とうございます。鮮やかでしたね。そうですね、はい。成田ミニスター、今日は結構強いメンバーの中でも一番人気の試合を受けていました。はい。どんなも考えながらレースに臨まれたんでしょうか。いや、まあもうずっと、はい、今まで言い続けてきてた現役最強、いやもう今日、まあもう証明する時が来たなと思ってましたけど、はい。スタートから少しこう出していくような感じの行為でしたね。うん、そうですね、ある程度は出していこうと思ったんですけど、他の馬よりも僕の馬が一番速くて、もうどうしようかなと思ったんですけど、やっぱり、後からっていうか、まあ、みんな行きたい馬も多かったんで、まあ、想定内だったんで、まあ、控えようかなと思って控えました。はい、いいところにはまったなっていう、そんな手応えだったんですか。そうですね、いいところにはまったなっていう感じだったんですけど、ちょっと前のペースについて行き過ぎたかなとはいう感じはありました。はい。ただそんなハイペースの中で向こう上面残り600キロあたりでも片道少し入れながらという感じでしたか。うん、そうですね、ちょっとしんどいなみたいな感じになって きちゃってたんで、ペースも速かったんで、いやちょっと気合い入れて、もうちょっと頑張ってくると。その気合い入れた後の 3,4 コーナーはどんな感じだったんですか。うん、勝てるってことになってました。はい、ブンと来てたんで、はい。ただ直線外から田中ジョッキーも当選レビューも飛んできていましたが、はい、競り合いはどうだったでしょうか。そうですね、競り合いにはもともと強いんで、直線もひどいするごとに、はい、2枚越しで、はい、粘ってくれる馬なんで、もう信じてました。はい。きっちり勝ったその瞬間、やはり現役最強というそういう思いというのが込み上げたんですか。うん、そうですね、ここで勝っとかないともう何言ってんだこいつってなっちゃうんで、はい、自信のある勝利と。そうですね、もうずっとこの馬乗ってる時はもう自信持って乗ってるんで、はい。まあ、今回は田中からの遠征馬全国交流という中での勝利ですから、はい、これまた大きな勲章になりましたね。そうですね、はい、どこの競馬場でも、はい、無駄なく走れるっていうのも、いいところだと思いますし、はい、また他よそ競馬場行ってもまた活躍できると思いますし、はい。短距離界の王道をどんどんと歩んでいってください。うん、そうですね、去年そうですね、現役最強なれなかったんで、はい、今年は現役最強の称号を最後に取りたいなと思います。はい、やはり最優秀短距離馬の称号なかったのが、ね、うん、そうですね、欲しかったですけどね、もう仕方ないです。はい、はい、では最後にファンの皆さんに向けてお願いします。そうですね、まだ表彰式もできない中、まあ、ご来場だけはしていただいて本当ありがとうございます。これからもまだ姫路あと1ヶ月ぐらい残ってますんで、はい、姫路競馬存分に楽しんでください。はい、今日はありがとうございました。吉村智弘騎手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。